どうもウィリアム・テンプソンです。今回はですね、この前購入した革靴の王様ジョン・ロブについてお話ししていこうと思います。まあ汚れ落としをして水洗いをして、でデリケートクリーム5回塗りのね、まあ多いけど普段よりは少なめっていうの、普段8回とかですから、まあ、普段より少なめのケアをして、ほんでクレーム使って、そんでその後リンカーンかなんかで磨いた動画を上げたと思うんですけど、まあね、この元の所有者さんが塗ったと思われるコロニルシュプリームの香りがね、まだして、まあいいですね、結構。クリーム自体そのものにはちょっとあんまり好みじゃないんですけど、まあ匂いは結構いいと思うんで、まあ靴がいい匂いっていうのはとてもいいと思います。で、その後ですね、履き慣らしのために、結構頻度高く7回くらいもう履いたんですけど、まあだからせっかくなんでジョン・ロブ日記として、まあここでとりあえず記しておこうと、セーブしておこうと思います。でせっかくな 7回期じゃない7回目だからね。ということで、まずはジョン・ロブについてのお話をしていこうと思います。ジョン・ロブさんはですね、1829年にコーンウォールというところで生まれました。まあ、1829年といえばトリッカーズのね、創業した年ですよね。現在でもコーンウォールから車で5、6時間くらいかかる距離にあるロンドン、まあ首都ですね。で、靴職人の修行をしてですね、一発の職人になれた、そうですね、もうゴールドラッシュに沸くオーストラリアの工夫用ブーツをですね、現地で作るというなかなかのいい目の付けどころで成功を収めた後に、1866年にロンドンのリージェントストリートというところで創業したメーカーとなります。リージェント公園っていうのは、なんか小学生の時によく読んでたシャーロック・ホームズのね、小説で出てきましたけど、 その近くなんですかね。でもそれにしてもね、イギリス靴といえばノーサンプトンということなんで、ロンドンは逆に珍しいですよね。これももしかしたらね、そのジョン・ロブ氏の作戦なんでしょうかね。ダッカー&さんはオックスフォードでしたね。そしてですね、もう瞬く間にその上流階級やら政治家、そして財界エリートのビスポーク靴を作るようになったんですけど、まああれかな、なんかロスチャイルドとか、なんか メディチ系とかの靴作ってたのがすごいですね。ロスチャイルドって言えばガジアーノかなんかで、ロスチャイルドっていうウィングチップの靴ありますよね。あれかっこいいなと思うんですけど、ガジアーノらしさがなくていいと思うんですよ。ガジアーノといえばそのなんかチゼル2みたいな感じになってて、ちょっとモダンクラシックみたいな感じになってて、そのロスチャイルドっていうのは結構クラシック化。1902年にはですね、パリにも1号店をパリ1号店を出します。1902年って言ったらもうなんかその年の T 型フォードっていう記憶しかないですね。でね、そのなんやかんやあってあんまり初期とかに記されてないですけど、1969年だかなんだかにニコラス・タックゼックを吸収したってこともあまり書いてないですけど、1976年ですね、エルメスグループの一員になってるんですよ。これは経営難になってたジョン・ロブがですね、パリの2号店閉店をするレベルまで陥ってたとこ、もともとジョン・ロブのね、素晴らしさっていうのに感心していたエルメスが救ってくれたことによる買収だったようですね。いや、2号店いつの間にか出してたみたいですけどですね、それまではもうビスポーク専門のお店だったんですけど、ジョン・ロブは、まあ、このね、1976年という時代ですので、もう既製品のパレードですよ。ブランドだのなんだの出てきて、ね、だからもう1982年、ついにジョン・ロブもう初の既製靴というものが登場しまして、1990年にはもう既製靴専門店をパリにオープンするほどになってしまいました。1994年にはですね、ついにノーサンプトンに工場を建てて既製靴を作って、ね、今でも続いてるそうなんですけどね。やっぱりそのノーサンプトンにね、仲間入りをするということで、いい靴イコールノーサンプトンというイメージを取り入れたかったんでしょうかね。まあ、気持ちはわかります。でもね、ロンドンにあるジョン・ロブだけは、ジョン・ロブ、ロブ家の一族のものになって、今でもビスポークのみとしてやってるみたいですね。これをもう皆様ロブロンドン、ロイヤルワラントの素晴らしいものと
で寄生物の方をロブパリって呼んでますね皆さん。ただそのジョン・ロブ・ロンドンに関しては、まあ、その靴の格好良さっていうより履きやすさをもうものすごい重視しているっぽくて、ちょっとその変わった形の足をねされてる方のしたビスポークっていうのはちょっとその足型になってしまうんで、正直なんかっていう本来はねそれであってこそなんですけどね。もうでもまあやっぱり格好もね必要ですからね。でロブロンドに関してちょっともうビスポークなんてちょっとよくわかんないんで、ロブパリの方に話を戻しますけどね、この革はエルメス傘下なのでデュプリの革かもしくはゾンタじゃないかとか言われてるんですけど、ちょっと社外費みたいで不明ですね。でゾンタっていうのはちょっと見たことないんで、ちょっとどんなものかすら見当つかないんですけど、デュプイっていう革は、まあ、見たことあるんで、タンナーの、まあ、こんな感じですよね。本当にデュプイじゃないですけど、アノネイの靴は結構持ってるんですけど、アノネイの革の靴持ってるんですけど、なんかねまあ似てはいる雰囲気は。なんでも牛一頭からねこの3足分くらいしか取れないすごく贅沢な革をですね、このプレステージラインというジョン・ロブの高級ラインでは1足にたった6パーツ程度しか使わないね大胆な使い方をしてるそうです。1足ってあのこっちじゃなくてこれで1足ですからね、ペアで、まあ、だから片足3パーツってことですね。これで1つ、ほんでここの部分でまた一つ、ほんでこのここで一つで3で6っていう感じです。まあホールカットなんか一足2パーツで通常ラインは持ってないんでちょっとよくわからないんですけど、そのプレステージライン、こちらはですね普通このシームレスヒールに何も縫い目がないものが主流らしいんですけど、このウェストミンスターはですねドッグテールっていう、もう結構カジュアルっぽいプラス耐久性に優れた、なんかちょっとジョン・ロブのプレステージっていう割には不釣り合いなものとなっております。ほんでその一足につき6パーツっていうのにこだわった結果がちょっとよくわかんないですけど、このウェストミンスターですね、ここが外バネのように羽が別に分かれてるわけでもないのに外側についてるんですよ。ほら普通内側じゃないですか。ちょっとだからもう外バネでも内バネでもないようなサドルシューズのようなデザインになってるんですね。まあまあ一応私は内バネ式とみなして履いてますけど、で革はですね、まあ、最近の靴、普通の現行の靴とかと比べると、まあ、美しい部類に入ると思うんですけど、やっぱりヴィンテージにはちょっとかないませんね。でジョン・ロブ、まあシワは普通ですね、悪くはないけど、まあ20万円レベルではない気がします。でなんといってもね、この靴で一番綺麗だなと思ったのはコバ、もうこの綺麗ですよね、素晴らしい細目つけ、これねダダダダダっていうこの感じ、リーガルのものとはね比べ物にならないくらい美しいブラインドベルトですよね。そんでソールはねヒズンチャネルに、これ若干のラウンドの、まあ、フィドルバックってことじゃないですけど、まあ結構盛り上がっていますね。ほんでこのまあまあまあベベルドベストほどではないですけど、まあ、なかなかいい感じのねこのくびれに、まさに現代の高級靴っていう雰囲気がね満載でございます。ただちょっとステッチは粗めでね残念ですよね本当に。これじゃあスコッチグリーンの方が細かくて綺麗ですね。ライニングの革ですね、まあ、結構いい感じで足当たりがすごくスベスベしてますね。でソールの革もねまさに一級品という感じです。ジェーム・ウェストンと、まあ、同じで滑りづらくて減りにくいもんですね。結構ああいいと思いましたね。でラストは7000ラストというもので、まあ、ジョン・ロブの主要ラストとなりますね、まあ、英国靴っていうかなんかちょっとスペイン靴みたいなラウンド2って感じで、まあ、個人的には普通ですね。でもまあ履き心地は普通にねなかなか良くて、靴が頑張って私の足にフィットしてくれようとしてるな、その感じが分かるっていうか
ありえないと思うかもしれないですけど、なんかあるんですよね、そういう感じが。たださすがになんか吐き鳴らしとして1週間もまだね歩いてないのに、8キロくらい一気に歩いたら、ちょっと親指の付け根と薬指とあとかかとの皮がね軽くまくれ上がりましたねいやダメじゃんってなんかもしれないですけど、下ろしてすぐ8キロ歩いてね、この程度で済んだんですから全然マシですよ。まあ、ジェームウェストンは同じ距離でも一切痛くなりませんでしたけどね。まあ、その散歩ついでにですね、クリーニング屋にスーツの水洗いも頼んできたんですけど、で、このね、履き口の分厚さっていうのがまたね、もう、安心できますよ。安心。よくわかんないですけど。あんまり詳しくないんですけど、まあ、ジョン・ロブといえばストレートチップのシティ2。で、パンチドキャップ2なんだか、クォーターブロークなんだか、よくわかんない。中間、その中間みたいなフィリップでダブルモンクのウィリアムっていうのが、ね、人気となってるんですけど、私ねストレートチップに関してはちょっとスーパーエイトシューズさんで見たレトルトの中南部州だかちょっとよくわかんないですけど、その靴以外あんまかっこいいと思ったことないんで、シティはちょっとスルーしといて、パンチドキャップ2のフィリップ2なんですけど、これなんかディスポークとかでよく注文されてるデザインをレディメイドに入れ込んだそうで、まあ、今乗っかってると思うんですけど、こんな感じのクォーターブログなのかパンチドキャップなのかよくわかんない中途半端なデザインになっております。私はねどうしてもこの小さなパーフォレーションが安っぽくてなんだか弱々しい気がしてちょっと気に入らないんですよね。なんかねそのスコッチグレインでもよくあるデザインですし、別にスコッチグレインだからどうってことじゃないんですけど、単純にこの小さいパーフォレーションが嫌いです。で、ウィリアムっていうのがダブルモンクですね。世界で初めてダブルモンクを作ったのはジョン・ロブって言われてるんですけど、まあ、それ以前にも日本とかで作られたっていうのをどっかで見た気がします。だから、諸説ありって感じですね。まあそのジョン・ロブにはですね、この私の好きな英国靴特有のその雰囲気っていうのがないっていうか、まあ値段的にもデザイン的にもその、ね、きれいめな感じでもどうしても買うんだったらエドワード・グリーンに寄ってっちゃうって感じのものが多いかなっていう、もう私の中ではねそうなっちゃってて、そもそもこのウェストミンスターも英国靴らしさが別にあんまないですよね。大体もう相当高いですし、革も当たり外れありますし、で履き心地もね特別いいってわけじゃない、いいんだけど20万もするような値段出してこの履き心地かって思うとああっていうでしかもミュージアムカーフとか言ってね最近そういうの出してよくわかんないもんでプレミア測ろうとしてますし、そもそもデザインがあんまりっていう感じで正直言うと謙遜していました。まあ、今まではですね靴好きがハイエンドを買うならエドワード・グリーンだね、クラシカルかつエレガントさ、たまには気分を変えてステファノ・ベーメルなんてどうだい、伊達男も悪くはないぜ、パリジャンだったらウエストンさ、あれなら石畳で滑って恥じることもないからな、日本靴も舐めちゃいけないぜ、ザンギ頭にだって似合うんだからな、という考えのもとジョン・ロブ、あれは高ければいいってだけの成金たちがこぞって買い求めるような靴さ、バブル期にシーマが売れた理由と同じ、高いから買うってだけ靴にちょっとでも興味があるなら他は当たりなみたいな思想になってました事実これ靴磨き界ではかなり見られる光景で、まあ、こんな人見たことないですけど、グリーン最高とかウエストン最高とかガジアーノ最高とかっていうの人は結構いるんですけど、クレバリーヒーとか、ジョン・ロブみたいないう方はね、まあ、結構いるんですよ。で、私もその気はありました。結構ありました。ただ、まあ、持ってもないのにね、ジョン・ロブとか変じゃんとか言うのはちょっと違うかなと思って、まあ、言ってなかったんですけど、ただ今回このジョン・ロブのプレステージラインのウェストミンスターを履いて、その考えはどうなったのかと言いますと、まあ、靴好きならジョン・ロブは避けなとかいうのは、まあ、好みなんで、ちょっとまあ、置いといて、それこそウェストミンスター宮殿を歩くような気分になれますね。うん、本当に、結構本当に、本当になります。まあ、ウェストミンスター宮殿歩いたことないですけど、
イメージとしては国会議事堂のあの赤い絨毯の上を歩くっていう、そういうイメージ。ただそのジョンロボを履いている自分に酔いしれられるっていうの、それを考えると自分に自信がなくて、ブランド頼りのブランド主義者みたいな、まあ、気もしなくもないですけど、そうではないぞ、俺は俺だ、ただ俺がジョンロボを履いてるだけさっていう、そういうなんていうか自覚を持ちながらウェストミンスター宮殿をですね歩く気分を味わえば、それはもう取りたくもないマウントを勝手に取れてしまいますね。まあ、冗談はもう本だけにしといて、多分そのジョンロボを買った人っていうのは多くを語らなくなっちゃうんじゃないかなって思うっていうか、そのあちらでグリーンやらウェストンやらロブやらと騒いでいる若造がいるが、僕は足を組んでシャトーブリアンの香りを堪能しているよという、なんかすごいもう落ち着きを手に入れちゃうことができるっていうんですかね。簡単に言うと究極のマウント取りです、もう簡単に言うとね、まあなんですけど、なんかそういうもうその犬も食わぬような靴買いの、くだらないって言ったらあれですけど、変な争いあるじゃないですか。いや、そのウェストンは悪い、なんかグリーンはいいみたいな、そういう変な争い、いい争いみたいな、そういう垣根をもう超えに超えまくって、もう自らの世界、いやもう人は人ですみたいな悟りを開いちゃったっていう、わざわざその他人に口出しをしない、そういう人になれちゃうっていうんですか、ジョン・ロブは。ねえ、靴磨き会でもよくありますけど、そういうの。まあ、ありますけど、私もそういうこと言っちゃってた時ありましたけど、今となっては、なんか、バカらしい。ということで、まあ、ジョン・ロブはね、履くと気分が非常に良くなるんですよ。ジョン・ロブを履いてるっていう。だから、結構毎日履きたくなるような感じですね。依存性があるんですかね、もうわかんないですけど、フラッカよりも危険性が高いかもしれないですね。ジョン・ロブの人曰くサッカーしても壊れない靴らしいので、気になる方はぜひサッカーをやってみてください。責任は一切負いませんのでね。でちなみに、まあ、私はもう目の前に来たボールですらもう空振りしてしまうほどの運動音痴なのでちょっと検証もできません。ってことは50年近く前にあつらえたクラックだらけで継ぎはぎ張りまくったその、ね、チャールズパッチだらけのジョン・ロブを履いているチャールズ皇太子、彼もしかしてサッカーより過酷なね何かをしていたんですかね。もしかしたら女性のピンヒールに踏まれまくったのかもしれないですね。はい、ということでジョン・ロブについてのお話でした。まあね、変なイメージを持たれている方、ぜひ一度買ってみてください、買ってみてくださいって言って買うような値段じゃないんですけど、そんなまあ履けばわかると思います、そのジョン・ロブの素晴らしさっていうのに。履かないと気づかないと思います。で履いて素晴らしい、いやいや全然じゃんって思うんだったら、もうそれは全然なんだと思います人それぞれなんで。ということで、まあね、多分でもね印象は変わんない、根本的な成金っぽいとか別に英国らしくないからな、っていう、そういう印象は変わんないと思います。けど、いい印象に、なんていうか、もういい印象になると思います。ああ、ジョン・ロブみたいな。ああ、ジョン・ロブっていう感じになると思います。ということで、ぜひ、ね、買ってみてください。私も買って気づいたんで、まあ、中古靴なんですけど。